2020年8月最後の日曜日、近くのマリーナに行ってきました。こんな感じで、ここに来るとなんか異国に来たような雰囲気です。パームツリーがたくさん立っていまして、結構外人の方もたくさんいてね、本当に異国に来たみたいな感じです。こんな風にクルーザーが止まっています。はい、ということでこのアングルで描くことに決めました。本当は空がもっとね青かったんですよね。もう本当に抜けるような青空、なので空をもう少し濃くしたいなと思います。で、結構風があったので、これさざ波がたくさんありますね。本当はもっと風がない時だと、例えばこういったものの映り込みもゆらゆらと揺れるようにこう映るんですけどね。まあでもできるだけこんな雰囲気で、描いてみたいと思います。で、まあ説明的にならないように、もうざっとしたラフな描き方で素早く描いてみたいと思います。紙はホワイトワトソンですね。これの8号を使います。ホワイトワトソンはパルプとコットンのミックスされた紙なんですけども、非常にぼかしやすい、絵の具が紙の奥深くまで浸透せずに表面だけでとどまっている感じですね。だから非常に動きやすいです。なので、乾いた後でもいつでもこうぼかせるんですね。で、この平筆で、細かく揺らしながらその絵の具を剥ぎ取る感じ、リフティングっていうんですけども、それをしながら細かく揺らしながら、このさざ波の感じを出してみたいと思います。デッサンはしましたので、では今から色を塗っていきますけど、今回はもうマスキングを使わずにやってみようと思います。特にマスキングを使わなければやりにくいなっていう箇所があまりない感じですね。なのでもうなるべく使わないと、使わなければ仕方がないっていうところだけ使うようにしたいので、まあ今回はそれが見当たらないのでもうなしでやっていきます。空から塗っていくので、空に水を引いていきます。ちょっとカメラのボタンを押すの忘れてしまいました。すいません。空を塗ったんですね。で、これは水を引いておいてから、セルリアンブルーとウルトラマリーンの混色でさーっと塗りました。そしてそれが乾かないうちにティッシュでこう絵の具を拭い取って、こうやって、雲を作ってみました。で、まあこういう積乱雲は上の方が白く輝きますね。割とくっきりして見えます、上の方は。で、下の方はぼんやりしていきます。こんな感じでね。で、なので上の方にちょっと強く押し当てて強く絵の具を取る、下の方は緩やかにこう取っていく、そんな感じで。そして下の方になるとこう風が流れているような感じで、ちょっと横横にこう拭ったりしてやっていきます。それで、作ったんですけども、録画ボタンを押すの忘れてました。はい、では、注意して録画ボタンを押して撮っていきますので、はい、はい、それでは建物の屋根を塗っていきます。ローズマダーにバントシェンナーを加えた色ですね。ここに、緑がヤシの木が入ってくるので、ちょっとそれをこう避けるような形で作っておきます。はい、あとなんとなく同じような質感の赤が
こういった建物の中にも入っていますね。こういうものもね、ぼんやりと入れていきます。もう大胆に入れます。エッジが出ないようにぼかします。光が当たって白くなる部分はとりあえず綿棒で拭っておきます。あと青い質感も感じるんですよね。なんとなく、なんとなく感じるでしょうか。私には感じるので、もう感じたらそれを入れてしまうという。とりあえず霧吹きをして柔らかく入れたいので霧吹きをします。空で作った色と同じ色を、薄く溶いて適当に入れます。はい、では遠くの方行ってみます。船を際立たせなければいけないので、船を避けるようにして後ろを適当に入れていきます。なんとなく紫を感じるので紫でいきます。はい、こんな感じでぼかしていきます。船の上はエッジはぼかさないようにします。あとグリーンのところどころこう樹木が生えていたりするので、そういったこうグリーンの質感もこんな風ににじませながら作っていきます。あとなんかいろんなこうものがあるような感じ、あるようなっていうぐらいの感じでいきます。で、これを乾かします。はい、それではもう影の表現をしていきたいと思います。この建物に、この建物のこういった影、庇の影とか中の影とかですね、あとこの辺とかもやってみたいと思いますけど。このパラソルを避けるようにしながらやっていきます。こういうところをね、マスキングしておいてもいいんですけども、もう今回マスキングなしでいってみますね。階段などの色を入れます。では、海の色を入れていきたいと思います。これを水を引いておきます。今回は上の方から下に向かって塗っていきたいと思います。下に向かうほど濃くしていきます。船が映り込むようなところはすぐ拭っておきます。あと入道雲ですね。
下の方をもっと濃くしていきます。ヤシの木のグリーンが映っているので、それらもあらかじめちょっと流しておきます。横ストロークでエッジが出ないように、溶かしていきます。下の方がまだ乾かないうちにちょっと横波を入れておきます。この辺りからそろそろ濃い部分に濃い色調を入れていきます。パームツリーも結構濃い色なので、濃く塗っていきます。特に上の葉っぱの下の部分というのは結構濃い影ができています。建物の内部などにももちろん入れていきます。はい、これら結構いい加減に塗ってるように見えると思います。実際結構いい加減といえばいい加減ですね。これをきちっと塗り絵のように塗ってしまうと本当に絵が面白くなくなるんですよね。だからこんな風にフリーハンドでアバウトにやる方がどういうわけか生き生きとした絵になるんですね。はい、なのでね、ぜひそんな感じのラフなタッチでやってみてください。でも水平とか垂直とか、まあ透視法とか守りながらは気をつけながらはやっております。具体的に、影を入れていって立体感を出します。こういう影を入れると一気に、立体感が出て存在感が増しますね。影の中にも濃い部分、薄い部分がありますので、まあ、それをよく見て表現するということです。特にね、他のクルーザーやヨットなどのマストとかなんかわからないポールとかがたくさんあるので、それらを書くんですけども、フリーハンドでやった方がいいですね。これ定規で測ったように書いてしまうと味気ないんですね。で、ところどころ濃いところ薄いところ、指先でトントンと押さえて薄くしたり、こんな感じで、調子をつけるんですね。
塗りっぱなしではなくて、なんか濃淡の自然な感じを出していきます。このなんか桟橋の上になんかいろんなものが置いてあるので、それも適当にそれらしく表現します。濃く描いてるのは向こうの、パームツリーの幹ですね。で、あまり濃くはっきりしすぎてはいけないので、このように綿棒でぼかしておきます。なんといっても円形なのでね、ぼんやりと見せるということです。はい、では、パームツリーの中にグリーンを入れていく。もうさっさっさっとやっていきます。丁寧にするんではなくて、スピーディーにやった方が雰囲気がいいという感じですね。塗布はまずはしっかり塗っておくんですけど、後で、まあ、薄くするんですけども、ぼかしたりしますけども、とりあえずはこんな感じ。で、ちょっと濃淡をつけながら、濃い色調を、ね、入れていきます。濃い、色調を入れるとぐっと引き締まってきますね。あまり深く考えないでね、適当に動かしているんですけど、遠くも濃淡をつけると雰囲気が出てきますね。ある程度できましたら、ガッシュホワイトで明るく白く際立つところを入れていきます。ハイライトですね。こういった金属の部分とか、少し入れるだけですごく雰囲気が出てきますね。窓のサッシもですね、まあもうこれはガッシュホワイトでやってしまいます。影の中にあるサッシなどは、これでは明るすぎるので、後でぼかしてちょっと影の中にあるようには見せるんですけど、とりあえず、このように真っ白に塗っておきます。ここは光る壁の部分、ちょっと濁ってたので、はハイライトで際立たせています。パラソルも左側の方から光が来ているので、まあ、光っている感じに、します。で、人物を書き入れています。とりあえずはこんな感じで、まあ、一色で塗っておいて、後でいろいろと、このように、
頭の上の部分とか、左肩の上とか、ホワイトでハイライトを入れています。波が打ちつけるところが白く光るので、そのようにします。はい、細かいさざ波ですね。こんな風に細かくさざ波があります。風が強かったですのでね。で、これはこういった小さな平筆を水で濡らしておいて、布で拭っておいてから、このように指で鋭く先端を尖らせて、そして横ストロークで細かく、絵の具を剥いでいきます。リフティングですね。このように細かくリフティングしていきます。はい、完成しました。2020年の夏、とても暑い夏でしたね。そしてコロナウイルスで、大変な時期でした。まあこれも何年か経てば思い出になるんでしょうかね。コロナとものすごい暑い夏ということでね、2020年の夏は終わりそうです。ということで、この夏最後に書いた、マリーナです。では、部分的に拡大していきますので、どうぞじっくりとご覧ください。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までのすべての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そして、チャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。